皆さん、こんな時ありませんか？よし、外出した。吹き飛ばし行くぞ。ここでナックルや、ナックル。ほら、暗い。なんで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 なんか無性にガーキャンウェビーしたいな。やってみるか。弱っ。これコマンドウェビーで出せたらな。なんかガンダッシュウェビーしたいな。やってみるか。うえっ、これコマンドで出せたらな。ってことありますよね。ということで、どうも皆さん、中野でございます。今日はね、コイルです。磁場コイルでもレアコイルでもありません。コイルです。で、まあ、みんな多分ね、長く見たくないと思うんで、まあまあ適度にふざけながらささっといろいろやっていきますね。はい、じゃあまずコイルって何なんだという話からするんですけれども、日本語にすると入力保持っていう4文字になります。ね、難しい4文字出てきましたね。まあ大丈夫です。あ、そんな怖がらなくて大丈夫なんで。まあ、要は、下入力をずっと入れっぱにできるよっていうことです。で、そのまま自由に動けます。で、皆さんですね、ウェビーするとき、ウェビーのコマンドね、下ためウェビーなんですよ。ね、まあ大変煩わしいですよね、これね。なんで上に行くのに下にためなあかんねんっていつも私は言ってるんですけど、本当にその通りだと思います。でも、これが要は、下入力を保持した状態で動けると、いらなくなるんですよね、理論上。革命？もしかしてこれ。ね、テリー使いに革命が起きてますよ、皆さん。革命はまあ、ということで、まあね、やり方の方を教えていこうと思います。一応入力の仕方2通りあるんですけれども、片方絶対使わないんで、あの劣化なんで、この今から教える方の、完全劣化版なんで、教えません。はい、なんで、今から言う方でやってください。はい、じゃあでは、いざ解説していきますね。まず、Cスティックを下に弾きます。まあ、どこでもいいんです、これは。上でもいいです。なんですけど、まあ、下の方がやりやすいかなと思います。下に弾きます。で、この間に、この後Cスティックを戻すんですよ、ニュートラルに。普通のところにこうやって戻すんですけど、その前に、こっちを下に入力します。で、水石を離します。で、もう一回入れます。で、離します。これで OK です。今はこんな風にですね、早くやるとこうなります。はい、これ取り切ってますね。こんな感じ。まあ、要はこれですね、こうやって入力してる間、この水石を右の方向に入力してる間、こうやって貯めてくれます。なんでいつでもこうやって出せるわけですね。だから、このコイルを出したいときは、これ、この状態だったらずっと溜まってる。で、これを離したらこうやって解放してくれますっていう感じでございます。もう一回いきますね。Cステを弾く、こっち下、Cステニュートラルに戻す、Cステ入れる、離す。OK です。はい、こういうことですね。でもイメージとしてはなんですけど、右のこのスティックを下に下げる。で、これに下入力が入ってるイメージをしてください。イメージな、あくまでもイメージの話な。で、この下入力をこっちに移すイメージ。今こっちに下入力入れてて、これをこっちに移すから、こっち入れてこっち離してあげる。で、そしたらもう一回こっち側に移し替えてあげるイメージやから、下に入れてこう離すイメージですね。なんかそんな感じのイメージがします、これは。そしたら、まあちょっと原理が分かんなくてもやりやすいのかなと思っています。でも原理は分からなくていいです、大丈夫です。そんなもの必要ありません。もう一回やりますね。はい、これです。はい、こういうことです。違和感あるでしょう、皆さん。これ、こうやって動き回ってる状態から、こうやってコマンド VB が出せます。なんならガーキャントから出てきます。はい。ガードから、はい。で、これ今、シーステ、さっきはね、下に弾いたんですけど、別にどこでもいいです。上でも横でも OK です。後ろでも OK です。なんなら。まあ、こっちは使わないですけど、あんまり。横でやってみましょうか。はい。これで OK のはず。できましたね。これで OK です。はい。ダッシュから出てます。要はね、このさっき下強でこうやってやってたんですけど、これがこっちだったら OK なわけです。で、上強も一緒です。まあ、上強もやっていきましょうか、一応。はい。これで OK です。はい。こんな感じ。別に難しくもないですね。はい、じゃあなんですけど、まあ、一番最初に言いました、ダンクの吹き阻止のやつですね。これ、皆さんやったことありません？絶対一回やったことあると思うんですけど、これ飛ばすじゃないですか、人を。こうやって。そしたら、ここでダンクできたら、そう、これ。これですね、今のナックル。ここでナックルできたら強って思うんですけど、これ、急降下からナックル入力してしまうと、こうなるんですよね、どうしても。で、帰れないんですよ、しかもこれ。悪質ですよね、本当にこれ。マジで不愉快なんやけど、これね、ケアする方法がございます。はい、これを、コイルを持った状態で入れます。はい、いきますよ。はい、こういうことです。これすごくね。これ結構革命やと思うねんな、俺。これですね。いや、急降下コマンドナックルができるようになるっていう感じです。テリー使いにしか価値がわからないテクニックですね。はい、じゃあ、コイルを入れるタイミングの話ですね。これわざわざコイルを入れるために下強とか振らなあかんのかと、横強とか。そんなことはございません。基本的にいつでもできます。技の後隙に入れることができます。例えば NB やりますね。はい、これできてます、多分。はい、そういうことでございます。なんでもいいっす、マジでなんでもいいっす。で、まああともう一個ですね、投げの後入れることできますが、ちょっと難しいっす、正直。投げはね、結構ね、フレームが短い、正直。この最初のさ、コイル入れる時の、これあれや、この最初のこれ。最初のこの
シースター弾くとかな。これを要はね、投げに置き換えるだけなんですけど、それが難しいんですよね。はい、今できましたね、パッと。あ、ちょっとむずこれですね。結構難しいです。あと、あんまり使わないです、これは正直。まあ、使いどころといえば、上投げだけですね、正直。上投げます。コイル入れといて、で、この相手がジャンプする読みでこっち置くみたいな。これ誰かが大会でやってましたね、確か。正直あんま使わないですね。はい。で、あとですね、もう一個あります。海浜入れれます。いきますね。はい。こんな感じです。会議中に入れておくと、はい、こんな感じで出せることができます。出せることができる。出すことができます。はい、実はあともう一個ございます。吹っ飛び中にコイルを入力することができます。やってみましょうか。まあ、あんま使わないんですけど。はい、いきますね。はい、これで OK です。はい、ジャンプして、こういうことですね。今、出力してなかったんですけど、こっちだけでですね、やってたんですけど、これでもいけます。まあ、でもあんま使わないですね、正直。なぜかというとですね、普通に吹きできるからですね、こういう時は。はい、まあ、まあまあ、こういうことですよ。別に普通にできるんで大丈夫ですって感じです。まあ、なんですけど、一応これを覚えておくと、吹っ飛び中にやったら、こうやって最大前歓声からウェビーが出せます。今の話を見せてましたけど、まあ、要はあそこはコマンドウェビーになるってことです。はい。なんでまあ、思ったより横にちょっとだけ動けるって感じかなというところはございます。はい、あとですね、復帰関連で言っとくと、後付き中に入れるってさっき言ったじゃないですか。これ何でもいいんですよ。だから横瓶の後付き中にも入れることができます。いくで、こうやって、はい、これで OK かな。はい、これで OK です。なんでまあ、だから思ったより低いベクトルに飛んだ時とかはやっておくと、もしかしたら役に立つことがあるかもしれません。ちょっとだけ復帰距離が伸びます。はい、ということでいかがだったでしょうか。コイルの紹介でした。まあ使えたら実際ね、多分強いと思います。弱くはないテクニックですし、どう考えても。はい、使いこなせたら絶対強いのかなとは思っていますが、私は結構使いこなすのが難しいです。はい、ということでこの動画ですね、わかりやすかったり面白かったりしたら、できればね、高評価とチャンネル登録いただけると大変嬉しく思います。ぜひお願いします。はい、ということでまた次回お会いしましょう。中野でした。じゃあねー。